二代、林家菊造は、日本の落語家、東京都出身、本名、豊田博都市、落語協会、豊田アート所属、玉川大学文学部芸術学科演劇専攻卒、血液型 A 型、身長179センチメートル、趣味は熱帯魚、特技は日本舞踊、南京玉すだれ。林家菊王の実施活でし、全名の菊王は、父、 菊王の署名である、桂木久扇から取っている。本名の広都市は、当時菊王と付き合いがあった、三名学の一門の師匠から、宗都市か、広都市から付けるように言われたためで、宗都市では殿様みたいで名前負けしそうという菊王の判断から、広都市と名付けられた。2006年2月18日に結婚し、同年11月に第一子の長女が誕生。後に、 第2子の長男が誕生し、長男は林家古田の講座名で2016年5月に8歳で落語家としてデビューを果たした。二代目、林家三平とプリンス二人会を結成したほか、父親同士が商店メンバーでも飛びこ家の兄弟弟子、三遊亭吉見学と息子の王楽親子と共にダブル親子会を行うこともある。 二世落語家同士でもある、林家三平、桂春長、月亭箱、王楽、木久し蔵で、坊ちゃん号を結成し、2006年1月には四派の若手同士で平成話しし座を旗揚げし、メンバーとなった。2007年9月に、父から名前を譲られ、二代目、林家菊蔵を襲名し、新内昇進を果たした。ダブル襲名の工場で、菊、 お改め気久蔵は、この7年前に、菊王が癌を患ったことに触れており、元気なうちに、真打ち昇進できてよかった。これでいつ、天国に行ってもらってもいいと述べている。現在は、古典落語を中心に演じ、父、菊王が、師匠彦六をモチーフにした、彦六伝殿を持ちネタにしている一方、自身も父をモチーフにした、気、久蔵伝殿を作成。 2006年9月には弟、弟子、広木との二人会で落語を披露した。当初、商店に出演している父を見て、これなら自分でもなれると思い、落語家を志した。しかし2000年に癌を患いながらも講座に立つ、父の姿を見て、考えを改め、春風亭怖さの下で落語を学び直した。焦点の2021年7月4日、放送文の大切にて、 父の菊王が同年5月に自宅にて転倒し右大腿骨を骨折し、療養に入ったため休園したことに伴い、菊王の推薦でピンチヒッターとして出演。父の着ている黄色の色紋付けを借り、上席に座って大喜利に参加した。大喜利では父、林や菊王に負けず劣らずの与太郎キャラを演ずる。黄色の高座儀、関順が左から3番目というのも、 ヒクオと同じである。次回出演権を剥奪された翌週は彼が座る3番席に春風亭100円が座ることが多い。最近では兄弟子の林やびこ一も座ることがある。笑点ジュニアが2011年3月13日をもって放送終了となったため出演権を剥奪された2011年1月9日放送分が最後の出演となった。 いずれも父、林や菊男との共著、ありがとうございます。